アンジュ諸島におけるベリコフスキー島の位置ィーロワイン北西部の海岸ベリコフスキー島はロシア北東部ラプテフ海のノボシビルスク諸島のアンジュ諸島に属する島。ストリジェバ島島の東にはコテリヌイ島があり、島とはザーリャ海峡によって隔てられている。また、島の南にはストリジェバ島と呼ばれる小島がある。面積は 約500平方キロメートルで、最高点は120メートルである。ベリコフスキー島は、ロシアのサハ共和国が管轄している。ベリコフスキー島の地層は、デボン紀前期から石炭気候期のものが緊密に折り重なり構成されている。デボン紀前期の岩は、砂岩、液岩、石灰岩が粘土質になったもので形成され、石炭気候期の岩は、シルト岩、アージュライト石。 砂岩、液岩などで組織され、少量ながら、流木岩や溶岩も含んでいる。ベリコフスキー島には大きな鳥のコロニーや生打ちの繁殖地がある。島の大部分はツンドラが覆っているが、それ以外の土地のほぼ全域にはとても背丈の低い草や、雑草、陰カ植物、苔、地類、コケ類などの植物が生えている。島の土壌は全体的に湿気を含み、 きめが細かいのが特徴である。島は、ベリコフというロシア商人によって1808年に発見された。コスコ、MK、BG、ラポティン、&VG ゲナレン、1990、メジャージオロジカル、フィーチャーズオブザアイランズオブザイーストシベリアンチュクッチーシーズザノーザンコーストオブチャコーとか、マリーンジオロジー、 ボリューム93ピアニッシモ三百四十九三百六十七藤田 k D.B. クック千九百九十ザ・アークティック・コンチネンタル・マージン・オブ・イースタン・シベリアイン・エー・グランツエル・ジョンソン &J.F. ソイーニーエズピアニッシモ二百八十九から三百四ザ・アークティック・オーシャン・レギオンジオロジー・オブ・ノース・アメリカボリューム L ジオロジカル・ソサエティ・オブ・アメリカ、ボールダー、コロラド・キャビム・チーム、2003、サーコン・ポーラー・アークティック・ベジテーション・マップ、スケール。1、750万、コンサーベーション、オブ・アークティック・フローラーファウナマップナンバー1、US フィッシュワイルドライフ・サービス、アンカレッジ、アラスカ、リンクはすべてドイツのポツダムにあるアルフレッド・ウェゲナー、極地海洋研究所ポツダム調査団による、 ありがとうございます。